皆さんこんにちは。今回はまた今月も、いろんな韓国コスメが続々と届いておりますので、そちらをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。この動画から、3つにちょっと分けて、アップしていく予定なんですけれども、まず1つ目はこちらのですね、エチュードハウスから新しく出たシリーズの、このトム&ジェリーの、キャラクターがテーマになっているラッキーフレンズというシリーズですね。こちらをご紹介していきます。で今回、いくつかのアイテムは選ばなかったんですけれども、このルックアットマイアイズの、シングルアイシャドウと、あとはティントと、でこちらが、チークですね。この3つのアイテムを、今回選んでいます。ではまずこちらのアイシャドウですね。いつもこのルックアットマイアイズにこういう可愛いねプリントが入ったタイプが出るんですけど、今回はねこんな感じで、どれもねすっごく可愛いですね。で、全部の色は選んでいないんですけれど、結構ね色展開多いですね。で全体的にすごくね淡い、ブラウンカラーとかベージュカラー、ピンク系のカラーが中心になっています。まずこちらの、PK021 番です。ちょっと順番は不動になると思いますが、こんな感じで、こちらは少しねパールが入ったような色合いになっています。ベージュっぽい色なんですけど、ちょっとピンク味も入っています。で、はい、塗ってみるとこんな感じです。すごくね付きがいいですね。でこう光沢のある感じで、こうピカッと、パールがこう発色してくれる感じです。光に当たるとあのオレンジっぽい感じのピンクのカラーですね。結構白みもしっかりあります。続いてはこちらの PK022 番です。先ほどと同じ、ジュエルタイプですね。今回あのマットのカフェとこのジュエルと、2種類ありますが、こちらの方は結構キラキラが強めの感じだと思います。はい、こんな感じです。先ほどはねこうグリッターが入っていないカラーだったんですけど、こちらのジュエルはグリッターがねしっかり入った、めちゃくちゃ可愛い発色です。グリッターのカラーはピンク、ゴールド、少しシルバーも入っているかな。ちょっとこう暖かい暖色系のグリッターが入っていて、光に当たるとものすごく綺麗です。そしてこちらは、WH907 番です。結構ね珍しいこのホワイトカラーのグリッターですね。で塗ってみるとこんな感じです。結構ね真っ白かなと思ったんですけど、塗ってみるとやっぱりピンクのグリッターが結構入っているので、意外と肌に馴染む感じの色合いです。すごくこちらも綺麗です。先ほどのこうピンク系の発色とはまた違ったこのシルバーのグリッターが入っているので、またこう光に当たると違う感じに見えますね。そしてジュエルカラーの最後はこちらの BR の433番です。こちらねパッケージにこのチーズのプリントが入ったものになっています。はい、こちらはこんな感じの色です。こちらは少し明るめの、パールブラウンベースに、イエローとかゴールドのグリッターが入っています。こちらはこの単品でも結構ね発色する感じのジュエルカラーになっています。そしてここからは、カフェですね、マットのカラーになりますが、まず PK015 番です。このプリントもすごく可愛いですね。でこちらはちょっとこう薄めのピンク系のカラーだと思いますが、はい、塗ってみるとこんな感じです。結構ねマットでも色づきがすごくねいいですね。よくあるあのピンク系のカラーかなと思うんですけど、ややあのくすんだ色合いになっているので、比較的使いやすいピンクカラーかなと思います。続いてはこちらの、PK016 番です。こちらもピンクのカラーなんですけど、先ほどよりも少し、パープル味が入ったような色合いに見えます。で塗ってみるとこんな感じです。すごくね発色がいいのがこの動画で伝わるかなと思うんですけれども、少し紫みがかったピンクカラーになっています。先ほどのカラーとちょっとこうブレンドして使うといいんじゃないかなと思います。すごく可愛いカラーです。そして最後はこちらの BR426 番です。ちょっとね土色みたいな感じの色合いなんですけれども、はい、塗ってみるとこんな感じです。この色もねすごくね鮮やかな感じで、すごく綺麗です。
黄色みがね強いブラウンカラーになっていますので、まあ、ちょっと好みは分かれるかなと思うんですけど、まあ、単色で綺麗にこうぼかして使うだけでもすごく目元がねそんなにこう暗い印象にならないので、私は好きな系統のブラウンカラーです。今回ね出た色は全体的に結構ね明るめの色展開かなとは思います。使うのも楽しいですし、見ているだけでもすごく楽しい、シリーズになっていますね。そして、続いてはですねこちらのアイテムになります。こちらはこういう箱に入ってきておりまして、ツートーンチークドームという名前のアイテムになります。で箱を開けると、まあ、皆さん結構ねいろんなところで画像出ているのでご覧いただいたことある方多いかなと思うんですけれども、はい、こんな感じですごくね丸いこう結構ねコロンとした感じの、デザインになっているパッケージです。でここのね耳の部分はちょっとなんかシリコンっぽい感じっていうんですかね、ちょっと柔らかい素材になっています。でこんな感じで開けると、はい、こういった形で、2色、チークカラーが入っています。ですごくね触り心地がサラサラしていて、やはり先ほどのアイシャドウに比べるとすごく粉質粒子が細かい感じがやっぱりチークなのでしますね。で色味なんですけれどもちょっとね発色がすごく優しいので分かりづらいかもしれないんですけれども、こちらがちょっとこうピンク系のカラーで、こちらがこうペールピンクっていうんですかね、ちょっとこう白みのあるピンクカラーになっています。でこっちのカラーにはすごく微粒子の、パール、まあ、ラメかな、ほんの少しだけ入っています。でまあ、これ分かりやすいように今別々で塗ってるんですけど、まあ、これブラシとかまあ指でこう混ぜて少しこう磨くような感じで使うと光沢も出て綺麗ですね。パッケージねすごく可愛いんですけれども、やっぱり収納とかにはちょっと困るかなっていう感じはありますね、これだけ大きいので。そして最後のアイテムがこちらの、タトゥーティントです。こちらもこういう箱に入って届きました。このティントもねすごくね可愛いデザインなんですけれども、こんな感じで耳がついています。ここもねちょっと柔らかい素材になっています。で、この色味なんですけれども、はい、こんな感じですごくねツヤがあって、こうスルッと滑らかに、塗れるような感じの潤いのあるタイプのティントですね。で PK という、まあ、ピンクのカラーにはなるんですが、見た感じこの発色はどちらかというとちょっとこうくすんだレッドローズっていう感じの発色ですね。すごくね落ち着いたカラーで、このポップな、ね、パッケージカラーはちょっと想像ができないぐらいすごくね使いやすい発色色味になっています。まあ、他にも色があるのでもう少しねはっきりした色もありますけれども、私はこの中でも一番落ち着いた使いやすいカラーを選んでいます。あと香りはですね、こちらバニラ系の香りがします。で今軽く拭いてみましたが、こんな感じで、ティントなので色味もこういった形で着色してくれます。はい、ということで今回はエチュードハウスから新しく出たシリーズの、ラッキーフレンズトム&ジェリーのコラボコスメをご紹介いたしました。まあ、見た目がね可愛いのはもちろんなんですけど、今回もね色展開とかやっぱりクオリティはすごくねさすがエチュードハウスだなっていう感じで、すごくねどれも良かったかなと思います。気になった方はぜひ、チェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。